全社員にノートパソコン、スマートフォンなどを貸与し、クラウドサービスによるリモートワーク環境を整備してきましたが、コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、DX を加速化しました。内装デザイン、施工を手掛ける当社においては、施工に関わる社員の出社をゼロとすることは難しいため、オフィスに出社が必要な業務を減らすための取り組みに注力してきました。例えば、ウェブ会議システム、社内決済の電子化、電子契約など、職種に関わらず使用するシステムの導入に早期に着手いたしました。テレワークに直結する最優先項目として、社内決済の電子化に取り組み、また電子契約を段階的に導入するなど、応員のための出社を削減しています。社内決済の電子化には、同時並行で複数の強力なパートナー様にご協力をいただくことで、早期導入を実現することができました。セキュリティについても、デバイス認証やシングルサインオン等を導入し、セキュアなアクセス環境を構築しており、またオンラインヘルプツールにより、テレワーク化においても、社員のセキュリティ教育も継続して行っています。加えて、出社率を全社員向けの社内ポータルサイト内でリアルタイムに表示し、出社率抑制への意識づけを行っています。当社の DX の取り組みについては、本年4月1日付で DX 認定を取得しており、デジタルとエシカルをさらに加速させていきます。当社には、夜間工事の店舗改装現場を担当している社員や、子育てをしながらデザインや図面を急ぎで仕上げなければならないスタッフがたくさんいます。毎朝オフィスに集まることを前提にした働き方を変えたいと思っていました。今はデジタル化により、いつでもどこにいても仕事ができる時代です。逆にのめり込んで長時間労働になってしまうことも心配しましたが、通勤時間が減った分、残業時間も減少傾向です。一人一人の社員が自分の仕事にオーナーシップを持って自律的に取り組む社風を目指していますので、これからも社員を信じてテレワークを続けていきます。テレビでおなじみの体操の先生とオンラインでつないでストレッチ教室をやってもらったりとか、 SDGs についてウェビナーやトークセッションを企画したりとか、楽しみながらやっています。テレワークでウェブ会議が浸透し、呼びかけやセッティングはよりカジュアルに活発になったと感じます。一人一人の表情変化にもより敏感になったようにも思います。エシカルワーキングスタイルの一つである ABW とアップサイクルデザインの融合を実現した当社の新オフィスは、リアルコミュニケーションが必要なここぞという時に本領を発揮する場となることを考えており、リアルとバーチャルの使い分けがより進むと思っています。通勤ラッシュのストレスがなくなったことはもちろんですが、各種申請についても在社でなくても承認することができ、回覧スピードの向上が図れたり、データ化により書類紛失の未然防止にもつながったと思います。また当社は会議室が多くないのですが、テレワークにより予約を気にせず、お客様や協力会社様、社員同士においても計画通りに会議やミーティングを実施することができ、業務効率化にも貢献しています。